こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、トロッコ盗難事件が多発しました。大体盗まれた原因はミスよね。いや、そもそもトロッコは盗まれるものですよ。さて実は、ようやく光が見えてきました。光？検証や脇の再調査の甲斐あってようやく、デフォルトの描画距離のプレイでモブが相当湧きにくくなる原因が特定できたかもしれません。つまりはディスポーンの隠れた条件が特定できたかも、ということです。じわじわ説明していきます。今回からはもう残りの脇層を作り始めますね。さてと、前回の最後で、探索結果の再調査をしていることをお話ししましたが、まずは前回の続きの探索データからお見せします。まずは32階まで。このうちの下の3階は、最下層の整地をしていたので時間が長いです。整地と探索と交互にやってたものね。続いて43階目までの探索結果です。一番上の探索だけは、最下層の整地作業のため時間が長いです。残りの10階は探索のみに専念していました。この頃が一番脇が良かったですが、しかし42階目からは急に脇が悪くなります。さて続きのデータを、49階目までは探索のみに専念していて、ここまでほぼ湧かない状態が続きました。若干脇が回復したのは、50階目の探索で整地スペースを一部手直しした直後からです。つまりは改築したら脇が増えるってこと？いえ、改築したからではなく、同じあたりの場所に一定時間とどまったからと考えてます。さて次は、モブの群れが湧いた位置をお見せします。こちらは前回お見せした探索24階目までのデータです。で、こちらが52階目までのデータです。モブの上限数にカウントされるのは17チャンク四方の範囲なので、拠点にいた時の17チャンクの範囲を見てみると、ネザー要塞の敷地面積を考慮しても、この範囲はモブが湧く比率がやや高めと見受けられます。つまり、探索と探索の間に拠点に留まっていた影響？そう思います。ただ遠出してディスポーンさせた影響もあるでしょうね。さて、そろそろ多少脇が戻ったか見てきます。要するに、どこかに留まることで脇が改善するか検証しているわけね。はい。そして、どうせ留まるのなら脇層を作ってしまおう、ということです。あれ？なんでトロッコが置いてあるの？誰かがうっかり置き忘れたんじゃないかしら。あ、なるほど。さて、脇具合を見てきます。この群れはさっき湧きました。まずはブレイズとウィザースケルトンが湧いてました。よく一緒に湧くの見かけます。きっと仲睦まじいのね。おっと、危うく盗難されるところでした。お、ちょっと珍しい。チェーンチェストプレートでしたっけ。これで57体目です。期待値なら、そろそろ2つ目の頭をドロップしそうね。なかなか豊作です。ひとまず、どこかに一定時間とどまる手段の有効性は確認できました。さて次の脇層作りにかかります。当面は探索と交互にやって脇を稼げそうですね。でも、一箇所に留まるとなんで脇が増えるのかしら。それを言うなら、なぜ一箇所に一定時間以上留まらないと、モブの上限数未満までモブがディスポーンしないか、という話ですね。おそらくの話ですが、なかなか湧かない現状は、モブが上限数をかなり超える数まで方々に湧いている状態だと思います。そんなのありえるの？モブの数が上限を超えたら湧かなくなるんでしょ？ありますよ。例えば、
拠点にいる時に星の位置にモブが上限まで集中してはいたとします。左の十字路まで移動すればモブが上限数未満となりますから、ここでまた湧いて、右上に来た時にまた湧き、右下に来た時にさらにまた湧いたら、ネザー要塞の大半の場所で上限の3倍のモブが溜まった状態になります。なるほどね。でもそんなにモブが溜まりすぎたらカックカックになりそうよ。そうならないようにリスポーンするかどうか判定されるモブの数に上限数があるのだと考えます。例えばリスポーン判定されるのが黄色全部と赤の一部まで、残りのモブは判定がスキップされてリスポーンしないという感じです。つまりリスポーン条件の中で隠されていた条件は判定処理の上限数だということ？そう考えるといろいろ辻褄が合うんです。前回遠くからネザー要塞に近づいた時はネザー要塞内のモブがほぼ綺麗にリスポーンし、ネザー要塞内でうろついている間は128メートル離れてもモブがリスポーンしなかったとお話ししましたが、判定処理の上限があるのなら説明がつくんです。さてガンガンは基礎を作っているところなんですが、うわぁ、ああ、なぜかこのタイミングでガストにも襲撃されて、もう踏んだり蹴ったりです。でっかいのが湧きました。迫力ありますね。倒すと散らかるのが嫌ね。うお、こっちに燃えた。ぼちぼち一回遠出します。遠出してリスポーンさせる時の効果がどれほどか、本当は検証したいところなんですけど。さて続きを作っていきます。湧き層を作っていたら、野生の鶏と遭遇しました。ジョッキーだったらよかったのに。そういえば、ネームタグを使えばリスポーンしなくなるそうですね。余裕があったらやってみたいところです。おお、いたいた。いい感じにウィザースケルトンが湧きますね。実は、早めに頭3つを集め、ウィザーを1匹は倒しておきたいんです。リスポーン処理数に上限がある、という予想が正しければ、対策するためにはネザー要塞の周囲を安全確保しないとならなそうなんです。でも私の場合、ネザーで作業している間に、落下死して装備意識が溶岩にドボンとかありそうですし。ウィザー討伐は初めてだし、どの程度強いか把握してからの方が確かに無難ね。あれ？あ、そっか。トロッコは盗まれてましたね。ちょっと待って、今おかしい動きした。ネザー要塞は不思議な力があるんですよ。ほんと神秘的ですね。いや、そんなんじゃ納得できないわよ。まあリスポーンさせるだけですけどね。さて、どうでしょうか。お、無事にトロッコ取り戻しました。遠出して戻るとほんとリスポーンするのね。やっぱり消えますね。実はついこの前まで、ウィキに秒が距離10チャンク未満なら湧きにくくなると書かれているのを見て、128メートルのリスポーンは秒が距離端から2、30メートル狭い範囲でないと処理されない、と思い込んでいたんです。普通に考えればそう思うわよね。はい。もしそれが正しいのなら、座標軸に平行移動した場合にはリスポーンしませんが、座標軸に対し斜めに移動すればリスポーンしそうなんです。それでせっせと、ネザー要塞の外に這わせているレールの位置を調べて、座標軸に対する角度を測ったりしていました。どの角度以上ならリスポーンするか調べてたのね。ところが、前に拠点にゾンビピッグマンの子供が現れた時、128メートルでリスポーンするか検証して、しなかったことありましたよね。この検証の時の座標軸に対する角度は、ネザー要塞の外から近づいてきた時の角度よりも、より45度に近いんです。それで、128メートルのディスポーンの隠れた条件が、
描画距離端よりやや狭い範囲でしか処理されないという仮説を捨てざるを得ませんでした。となるとリスボーンの隠れた条件はもうモブの処理数の上限しか思い当たらなかったわけです。なるほどね。詳細地図の作成や今までの細かい検証の積み重ねでようやく処理数の上限という予想に行き着いたのね。しかしまあ、もしこの予想が正しいのなら、私と同じようにデフォルトの描画距離で難易度を変えずにプレイしている人たちは、ウィザースケルトンの頭3つを集めるだけでも相当時間がかかるはずですよ。今回の探索ではモブの脇は不発でした。予想はしていましたが、モブの脇の改善は留まっている場所に結構左右されるはずです。肩が凝っている時に、血行を悪くしている場所を揉みほぐさないと気持ちよくならないものね。ツボを抑える必要がありそうです。あと最後に、改築等を行わず探索のみ行ってた期間の、期待値を計算してみました。前は討伐数から算出してましたが、今回の方が計算精度は良いはずです。頭3つ集めるのに20時間はいかなそうね。いえ。改築直後は一時的に脇が回復しますが、30分ほど探索のみしていたら、また脇が悪くなるようです。34回目からの探索を前後半に分けるとこんな感じなんです。後半で脇が激減してるのね。頭3つで57時間とかありえるの？探索回数が少ないので誤差がありますよ。ただネザー要塞にこもってウィザスケを狩り続けるだけのプレイなら20時間は超えるでしょうね。では今回はこんなところで。またね。バイバイ。